動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたふぁです。いつも僕の動画を見てくれて本当にどうもありがとう。今日は一つ僕からご報告が一つあります。今から16年前の10月の7日に、最初に投稿した動画があります。ギターで隣のトトロを演奏してみたっていうね、ギター動画、トトロックっていうね動画だったんだけど、あれからなんと16年が経ちました。ということは、このチャンネル16周年になります。いやー、どうもありがとうございます。ありがとうありがとうという感じでね、16年が経っちゃって、もう16年経ったんだよ。本当に信じられません。で、まあね、こういう節目の時っていうのは、僕はやっぱり自分のこともそうな、自分のことよりもね、やっぱり周りに、まずは周りにいて、やっぱり支えてくれた人に感謝すべきだなと思って、やっぱり一番は今これを見てるあなたに感謝するべきだと思います。改めて本当に、でも本当にどうもありがとう。本当になんかあなたのおかげで、本当になんか僕、今日という僕があるなと思いますね。いや、おたはよと、なんかこの間こういう動画見たぞと思うでしょ。いや、1年経ってるんだ。本当になんか僕はなんか月日流れるのが早くて、なんか気づいたら16年経ってたよという感じです。なんか早いなって思いますね。で、やっぱり、本当になんか日々生きていく中で、本当になんか中にはね、辛いなって思う時もあったりとかするんだけど、やっぱりこれを見てるあなたにいつも助けてもらって、頑張れよって言ってもらっている気がして、それでなんかやっぱりやってこれたかなと思います。ありがたいよね、本当にありがたいなって、本当に毎日噛み締めながら日々生きています。そうだね、なんか本当だったら、まあ僕も大人になったし、まあこういう、例えばだけど、なんかオタファの、まあ、この秘密基地という、こう一つの船があったとしたら、これがどこに向かっていくんだろうなっていうのは、本当はなんかいろんなことを考えなきゃいけないのかもしれないんだけど、なんか今日のこととか明日のことで、なんかもう精一杯で、なんかいろんなことを考える時間がなかったというか、なんか本当になんか日々のことを考えるだけで精一杯だったんだよね。でもなんか逆に考えると、なんかあんまり深く考えなかったから良かったかなとも思うんだよね。なんかこういうね、最初は一人で乗ってた船で、なんか目的地に一応向かってんだけど、目的地全然わからなくて、でそんな最中でさ、これを見てる今ね、今これを見てるあなたがさ、一緒に乗ってくれて船にね、仲間たちとね、みんなこうワイワイやってさ、まあどこを目指してるかはわかんないけど、あ、でもなんか今日は元気に、なんか一日終わったぞと、乾杯みたいなまた明日も頑張ろうみたいな、なんか正直そんな感じなんですね。まあ目的地あるんだろうけど、でもなんかこの過程が楽しいというかさ、この一日一日のそのね、新しく、まあ僕はガングレビューアーなんで、こうレビューしてると、なんかこう目の前のこれが、素晴らしいねってこうお話できたりとか、まあでもほら、僕たちガング好きってそうじゃん。なんか終わりはあるのかないのかよくわかんないよね。ただ目の前の、あ、こういうのは発売になったねとか、予約開始になったねとか、あ、こういうの手に入れて、あ、こういうとこはいいけど、あ、ここはもうちょっと惜しいよねとか、なんか本当にそういうことをね、これを見てるあなたとたくさんの仲間たちと話してる間に1年経っちゃったという感じでね、16年経っちゃったということで、いやー、本当に、でも本当に感謝の日々ですね。ありがたいなと思います。そうだね、なんかやっぱり世の中とか、なんかいろんなことをさ、見渡すとさ、なんか形があったものもやっぱ変わっていったりとか、本当に例えばこういう YouTube でも、もう本当にね、目まぐるしくいろいろ変わったりとか、世の中、とにかくいろいろ変わっていくんだけど、でもきっと変わらないものもあるんじゃないかなと思います。変わらなきゃいけないこともあるし、変わっちゃいけないこともあるんじゃないかなと思います。まあ、だからそれで言えば、これを見てるあなたと僕はね、きっと何も変わってないんじゃないかなと
思います。僕も16年前の自分と、まあ、今の自分と、もちろん変わったこともあるんだけど、基本的には変わっていないんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんな模様、うん、そんな日々をね、一本一本これからも変わらずに、動画投稿できればいいなと思いますね。その動画を通じて、まあ、動画っていうのは、まあ、僕から見ればその映像を作るっていうよりはなんかそのこれを伝えたいからなんかそのツールでしかないというかね、うん、それが言葉でも手紙でもテレビ電話とか何でもいいんだよね。とにかく動画を通じてこれを見てるあなたと一緒にね、本当にこれからも毎日楽しく生きていきたいなと、そう、一緒に生きてるんだっていう感じですね。僕も同じだし、これを見てるあなたもね、同じ人間だし、本当に、一日の中でね、喜怒哀楽があって、うん、嬉しいこともね、悲しいことも、いろんなことをね、いろいろ共有、おもちゃを通じてね、やっていけた、共有できたらいいなと思いますね。とりあえずこの船がね、本当にどこ向かっていくか、わかる？俺はわかんないんだよな。うん、なんかゴールはあるんだけど、すっげえぼんやりしてんだよな。うん、わかんねえんだよね。とりあえずでもみんなでこう船を漕いでる感じかな。うん、なんか僕も日々、頑張ってる。僕なりに頑張ってる。だからこれ見てるあなただって頑張ってるし、励ましてもらうし、だから僕も頑張ってる人にね、一緒に頑張ろうって言いたいし、うん、なんか一緒に頑張ってる感がすごくありますね。まあ本当に話があんま長くなっちゃうとね、いけないんでね。うん、そう、これすんごいクタクタなのよ。こうなかなかね立たない。うん、まあ、形あるものっていうのはね、そうどうしてもね、形あるものはどうしてもね、うん、あれなんていうか、もう本当ボロボロなんですよ。まあだからね、本当になんか大切に、物もそうだし、これを見てるあなたもね、とても大切に思ってるんで、そういう気持ちっていうのは忘れないで、うん、それでいいんじゃないかなと僕は思うね。大事なこと。うん、大事に、今あるものをね、全部大事にしていきたいなと思いますね。世の中がどう変わっても、俺たちの乗るこの船はさ、変わらずに、ゆっくり、ゆっくりさ、その船を漕いでいけばいいんだよね。うん、なんかそう、自分で言って自分で慰めてるという、まあそういう変なちょっとね、ご挨拶になっちゃったんだけど、改めて、うん、本当僕から言えるのは一つ。本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いします。待ってねー。あ、もしよかったらね、あなたからの、もしよかったらね、コメントなど、コメントや、熱い高評価など、お待ちしています。待ってねー。しかせよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え憧れてた夢のトランスフォーム、 What a fun の君チキンキー